はい、どうも、どうもさんです。今日はですね、こちらを紹介したいと思います。じゃじゃん。我が家のサンスベリアちゃんの花が咲きました。ディディー。なんかね、サンスベリアずっと家にあるんですが、花咲くことなんてなかったんですが、急に今年になって花が出てきました。でね、こうよく見たら、ここに見えますかね。ここです。おっとっとっと、蜜が出てるんですね。これうちの先生がですね、舐めたらすんごい甘かったっていうことなんで、私も今から早速舐めてみたいと思います。早速いってみますか。よいしょ。このやつをちょっとこの手に乗せて、画面越しで揃うとすると難しいな。よいしょっと。映るかな。これ分かりますか。指先にのちょろっと乗ってる。もうちょっと乗せてみようかな。ちょん。変わるところ。ちょん。ちょんと。はい。いくつか、焦点が合わない。いくつか球を。これ、ピント合ってる？はい、撮ってみました。早速舐めてみたいと思います。あん。うわ、甘っ。本当に甘いね。はい、すごい甘いという返事がなかったです。 本当に甘かったんで、皆さんもサンスベリアの花が咲いたらぜひ舐めてみてください。ここ、そうだな。もうちょっと、もう一口いってみようかな。よいしょ。はい、おかわりいってみます。おかわりいってみます。あ、本当甘い。なんだろう、蜂蜜ぐらい甘いです。もうこのままなんか料理にも使えるんじゃないかっていうぐらい甘いです。はい、以上、サンスベリアの花が咲いたという動画でした。それでは、バイなら。